皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は静岡県立富士宮東高校のアートコースの紹介をします。富士宮東高校の普通科の他に普通コースとアートコース、2つのコースがあるんですけれど、このアートコースというのは黒板アートでとても優秀で、今年もこの黒板アート甲子園というところに参加して優秀賞、これを受賞しています。これスポーツで言ったら全国大会の第2位、このくらいに当たる賞だそうです。この賞をアートコースの生徒が受賞したんですね。そして受験がね、ちょっとね違っていて、普通の受験と少し変わったところがあるので、そこを紹介すると、アートコースに入るには学校裁量枠の2、アートコースへの適性で受験をします。この裁量枠で受験すると実技検査があるので、受験の前に実はデッサン体験、これを受けなくてはいけないんですね。じゃあこのデッサン体験どこで受けられるかというと、一つ目は11月9日の土曜日に開かれるオープンスクールに参加するとデッサン体験1回受けることができます。ただしオープンスクールは事前申し込みが必要なので、ホームページの方から申し込み、これをすることが必要になります。2つ目は12月の20日の金曜日から22日の日曜日までアートコース作品展、こういうのが開かれるので、ここに参加する。会場は富士市のロゼシアターです、ね、これ学校じゃないので気をつけてください。ロゼシアターで行っています。こちらは申し込みが不要で、何度でもデッサンの体験ができる。例えば毎日行って1回ずつデッサン体験をするとか、で同じ日に2回デッサン体験をするとか、このようなことができるそうです。このデッサン体験をすることで、実際の実技検査でどのようなことをするかとか、コツ、こういうものが教えてもらえる、このようなことを学校の先生がおっしゃっていました。またさらに付け加えておくと、このアートコースに入ったらアートコースの生徒全員みんな美術部に入らなくてはいけないと、このようになっているそうです。今回は静岡県立富士宮東高校のアートコース、以前は芸術コース、こういう名前だったんですけど、名前が変わってアートコースになりました、この紹介をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。